サイード・ヴィン・タイムールはマスカット・マーンの第13代スルターンで1932年2月10日に即位し1970年7月23日のクーデターにおいて息子のカーブース・ヴィン・サイードによって廃位とされた。サイード・ヴィン・タイムールは1910年にマスカットに生まれた。11歳だった1922年から1927年にかけて かつての父と同様に、イギリス領インド帝国ラージプーターナーのアジュメールに、ある、名誉カレッジに学び、英語とウルデュー語を習得した。1927年5月に、マスカットに帰国した際には、さらに勉強を続けるためベールートへ留学することが、検討された。しかし、父スルターン・タイムール、ビン・ファイサルは、ベールートに送れば、息子が、キリスト教に、 ガ化されるのではないかと恐れた。サイードの父は、息子が、西方世界の諸々のやり方を学び、英語を話すことに強く反対した。サイードが幼かった頃、彼が、弟ナディルと共に、英語の教材を持っているのを見た父は、本をすべて焼き捨てるよう命じた。サイードをベイルートへ送る代わりに、父は彼をバグラットへ送り、アラビア文学と歴史を一年間、ないし、 2年間学ばせた。バグダッドで1年間を過ごした後、帰国したサイードは、すぐさまオマーンの政府に入った。1929年8月、彼は、閣僚を評議会の代表となった。スルタンであった父タイムール、ビンファイサルは、形式上は、独立していたもののイギリスの実質的な支配下に、置かれていた国情に統治者としての情熱を失い、 しばしば国を離れて、インドで過ごすなど、オマーン国政における無能ぶりは明らかで、新たな指導者を待望する状況が生じていた。不王は1931年11月17日付で、イギリスの湾岸代表部に書簡を送り、サイードを後継者に指名して、自らの退位を宣言した。イギリスはサイードに対して、非常に好意的であり、1932年2月には、 21歳であったサイードが新たに第13代スルタンに即位した。スルタンとなったサイードが継承した国はイギリスとインドに対して大きな負債を抱えていた。イギリスから離れて自治を確保するためには経済的自立を回復することが必要であった。このため1933年以降1970年に廃位されるまで彼は 国家予算を支配し続けた。スルターンとなったサイードは、1937年に日本にいた前スルターンの父を訪ねるため日本に赴いた。また、サイードはアメリカ合衆国との友好関係の維持に努め、アメリカ合衆国大統領だったフランクリン・ルーズベルトがサイードと彼の父を合衆国に招待したのに応じて、1938年に訪米し、 サンフランシスコに上陸し、カリフォルニア州からワシントン DC まで乗りロの旅に臨んだ。ホワイトハウス訪問に際して、ルーズベルトは実長2冊をサイイードに送った。サイイードは連邦捜査局本部が置かれていた司法省の建物も見学し、マウントバーノンにあるジョージ・ワシントンの墓にリースを捧げた。帰路にはイギリス、フランスも訪れた。 第二次世界大戦が始まると、スルターンは、すぐさま、イギリスに協力し、ドファール県のサラーラとマスカットの間の数箇所に、イギリス空軍の飛行場が建設された。これによって、インドと連合国側を結ぶ補給経路が確保された。1937年、サイードは、それまで、オマーン全土における、石油利権を掌握していたイラク石油から、 オマーンの石油利権を回復することに成功したこの時点では、内陸部は諸部族が対立し、治安上の安定を書いていたが、サイードは部族間構想の収集に乗り出し、1945年までに内陸部の掌握を成し遂げた。その後、1955年、1957年、1959年に、 それぞれ反乱が起きたが、サイードはいずれも鎮圧に成功した。1958年には、実質的なイギリスによる支配から距離を置こうとしてか、応急をさらあさに移した。サイードは、国内自由通行の禁止、マスカット市の門の夜間閉鎖、ラマダン期間中の禁煙や、株音玉の禁止、女性の服装など、厳しい統制を行った。 1970年に退位を強いられる直前の時期には、サイードの反動的な諸政策のために、オマーンでは5歳未満死亡率が25%程度と高かった。また、トラコーマや性感染症が蔓延していた。学校は参考しかなく、識字率は5%、舗装された道路は 10km しかなかった。カーブースは、 イギリスのサンドハースト王立陸軍士官学校に学び、1年間のイギリス陸軍不評としての西ドイツにおける勤務を経て1964年に帰国したが、軟禁状態に置かれることとなった。1970年7月23日、サラーラのスルターン宮殿でイギリスや叔父の支援を受けたカーブースは無血クーデターに成功し、父をイギリスへ追放した。 追放されたサイードは裁判年の2年間をロンドンのドーチェスターホテルで過ごした。サイードの亡骸は当初はイングランドサリー州をオキングのブルックウッド墓地に埋葬された。その後、意外は掘り起こされ、オマーに送られ、マスカットの王立墓地に改装された。ありがとうございます。